すぐりです。よろしくお願いします。早速テーマからいきましょう。今回はこちらです。ヌン活で午後を優雅に。さあヌン活、私もこれ初めて聞いたワードなんですが、ヌン活って何か分かりますか？秋瀬くん。ちょっと攻めた企画ですかこれ、もしかして？どういうこと？エリス3人目人活？人活午後どういうことやねん。違います。はい、失礼しました。ヌーか、ヌーだ、ヌーで、どこから来ているのかというと、はい、こちらです。アフタヌーンティーを楽しむ活動、まあ、午後ね、午後の活動、ヌン活。アフタヌーンティーね。はい、ありがとうございました。ボケていただきまして、さあこのアフタヌーンティーのヌン活なんですけども、ホテルのラウンジとかでいただけるようなこうタワーのねケーキが皆さん分かると思うので、今回はそちらをですねえりすぐってまいりました。では行きましょう。ヌン活をえりすぐり。まずやってきたのは加賀市加治井町です。紅茶の専門店ティーハウスポーチコ。店名の由来にもなっているポーチコ様式の大きな柱がお店のシンボルです。西洋式だ、うん、かっこいい。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。ようこそ。わ、お城みたい。マダムでいらっしゃいますか？はい、はじめまして。よろしくお願いします。これはどうやって建てたんですか？これは。そうですね、私昔輸入会社に働いていましたので、部材はほとんど輸入したものですね。仕事でイギリスを行ってたので、あ、やっぱりイギリス的なものを建てたいって思って立てました、はい、本格派。でここはなんかお花とかなんかすごい外もね。あ、そうですね、イングリッシュガーデンのつもりで、あのイギリスって、お庭を外しては語れないんですね。で皆さんすごくお庭に力入れていらっしゃいますので。なるほどね、うん、じゃあ早速いいですか、お邪魔しても。はい、どうぞ。こちらは、あら、すごい調度品の。あらら、すごい。あら、え、美術館みたいな感じ。皆さん、優雅。お店の中すごいです。あ、あ、日本じゃないみたいね。いや本当に景色がすごいですね。もう姫様気分。アフタヌーンティーの発祥の地、イギリスのサロンをイメージした紅茶の専門店ティーハウスポーチコ。イギリスのクラシックなアフタヌーンティーを提供し、今年で20周年を迎えるんです。うん、皆様整いました。伝統的なヌン活でございます。すごい、もう多分私がこう見てる景色よりもみんながこう画面を通して見てる景色が多分きっとすごいでしょうね。これね、上がこうフルーツと、これはゼリーかな。あ、はい、ピスタチオのゼリーです。にケーキが2種、こちらもなんだかこう春を感じるものですね。はい、で真ん中の段行くとスコーンにマカロン、はい、で下がサンドイッチという軽食。はい、アフタヌーンティーっていうのはだいたいサンドイッチとスコーンと甘いもので構成されてるんですね、うん、でそれなので最初はサンドイッチを召し上がって、次はスコーンを召し上がって、うん、で甘いものという流れが決まってるんだ、はい、だからね。お皿にティーカップは中野さんがその人の服装や雰囲気に合ったものを選んでくれます、うん。日本紅茶協会が定める美味しい紅茶の店に県内で唯一認定されているポーチコ。アフタヌーンティーセットは25種類の中からお好きな紅茶を選べます。この日はアッサムをベースにアレンジティーをいただきました。まずはストレートで味わいます。お茶は美味しい、すごくやっぱり本当渋みがなくてすっきりしていて、ちょっとフルーティーに感じるぐらいの。ありがとうございます。なんかとてもアレンジに向いてると思うんです。でその後に自分で作っているバラをシャンパンと一緒に煮て、バラとシャンパンのコンフィチュールっていうものを作ってるんですね。中野さんが無農薬で育てた新鮮なバラを使ったバラのジャムティー、オーガニックなものを使用して味の変化を楽しむのも紅茶の魅力です。うん、お上品だわ。おしゃれです。本当だ、味わいが変わる、柔らかになりますね、はい、シンプルな紅茶で
またアレンジしていくっていうのも紅茶ならではの楽しみ方だと思うんです。それではタワーに手をかけていきましょう。まずはクリームチーズと生ハム、きゅうりが入った手作りのサンドイッチからいただきます、うん、ありがとうございます、うん、あ、ペッパー効いてますね、大人のサンドイッチ、うん、あ、クリームチーズの濃さ、濃厚さがいい、ペロリですねこれは。そしてスコーンですか。はい、スコーンの横の割れ目のことを狼の口って言うんですけれども、はい、その狼の口のところにナイフを当てられて、はい、あ、マナーだ手で割らない、ここ、はい、こう、はいはい、そういう感じで、ちょっと、あ、品がある、こうやって割るの。あ、そうです、はい、あ、綺麗に綺麗に割れました。本当はお好みでどちらから塗ってもいいんですけれども、うん、よくイギリスでクリームが先かジャムが先かっていう論争が起こっておりまして。どうしたら、中野さんどっち派ですか。あ、私は実はジャム派じゃないんです。どっちでもクリームでいいじゃないですか。クリームですね。じゃあクリームいきますよ、私。何ですか、ジャム派じゃないんですっていう。ジャム派に敬意を表して。あ、なるほど、お上品だわ。そうなんです、ジャム派ではない中野さんに乗っ取りまして、私もまずはクロテッドクリームの上に柚子のジャムを乗せていただきました。なるほど、すごいバランスいい、うん、さっくりしっとりのバターの塩梅ですよね、これはね、はい、でそこに酸味のジャムが加わると甘みと酸味が来るって感じですね、最後は春らしい桜と抹茶のシフォンケーキです。エアリー超エアリー、うわ、説明してもらった、そうそうそう、これやっぱこう甘くなると紅茶欲しくなりますね。そうですね、こちらはアールグレイの香りをつける果実、ベルガモットのジャムです。中野さん、これ産地の広島県までご自身で摘みに行かれてるんですよ、すごっ、あ、いい香り、全然また違う、それジャム作ってる時もお部屋中もベルガモットの香りになるんですよ、うん、そうなんですか、自然のベルガモットの、なんて香りがきますよね、はい、あ、すっごい美味しい、ポーチコでヌン活を満喫うーん、最近は若い世代のお客様も多く見られてるんですよ。うーん、ポストに手紙が入ってて、あの時はとっても楽しかったです、ありがとうございますとお礼状とか入ってるんです。あら、まあね、イギリスの社交界ではないですけれども、日本でも現実社会に今から出ていこうとしている若い人たちがとっても一生懸命なんか努力されてるなって思うと、もう可愛くて可愛くて仕方がないというか、聖地かもしれない、ヌン活の、思いました私明日ポストにお礼状入れときます。もうちょっと上品に笑わないの。そうなんですよ、いや本当反省。コマーシャルの後は海の見えるカフェでヌン活をしました。マイタウン、うちだだうちだだにもヌン活の新しい風が吹いているんです。こんな素敵な海が見えるところにお店があるんです。あちら、浅田さん、よろしくお願いします。ヌン活このテンションでいいんでしたっけ。3月からはアフタヌーンティーセットが春らしく変わりました。いい時期に来ましたね、はい、春らしいヌン活楽しみです。早速行きましょう。はい、ご案内いたします。お邪魔します。春らしいヌン活が楽しめるということで内灘町にやってきました。おしゃれな木の建物、2階がカフェで1階はなんとヘアサロンが入っているんです、うん、こちらではプライベートな空間でリラックスできそうですよ。わあ、大きな窓、うわ、すごい、うわー、オーシャンビューじゃないですか。そうなんです、大きな窓、はい、これだけ海が見渡せるカフェなかなか少ないですよね、石川県。夕方は海がすごく綺麗になって見えますし、で実はこの目の前の道路の奥の木は桜の木なので、お花見スポットでもあります。素敵じゃないですか。マイタウン内灘ヌン活、桜と海、そしてサンセットが見えるカフェです。
何このテンション。さあこちらのアフタヌーンティーセットはドリンク飲み放題。メニューの中で気になったのがこちら和漢ディザン。島田薬局さんが開発された漢方ハーブティーで、厳選されたお茶をベースに生薬とハーブをブレンドした体に優しいお茶になっております。4種類ある和漢ティザンヌ、私は有機ルイボスがベースのかすみをチョイスしました。あ、いい色だ。あ、ヌンカツ、いい香り。あ、香りの割にはすごい口当たりが良くてすっきりしている。確かにほんのりルイボスティーのようなすっきりさというのがありまして、でも香ばしさ、これが残りますね。チャイなどにも使われるあのシナモンとか生姜とかをスパイス入ってて甘い香りのするハーブティーになってまして、女性でしたらその抗酸化とかアンチエイジングとか気になる方におすすめしております。これ飲み放題嬉しいですね。そうですね。時間制限とかないんですか？はい、時間制限はなくて、あの閉店の6時まででしたらあの大丈夫です。さあお待たせしました。こちらは 4AC カフェの春らしいアフタヌーンティーセットです。すごい豪華、もう夢のよう。確かに上がマカロンで下が焼き菓子とか、はい、カップケーキにクッキーに、で一番下の段はケーキと、はい、フルーツが盛り合わせがあります。でこれにこう軽食のサンドイッチとちょっとお惣菜系でキッシュがついてくる、うんうんうん、はい、こちらは全部あのパティスリーラペッシュさんというフランスで修行されて今フリーランスで活躍されている方がお菓子を作っていただいております、なるほど。もうだから本格的な方が作って、そうですね、はい、でこうコーディネートしてくださってる。はい、そうです。じゃあいただきぬん。何それサンドイッチから雑。うわー、たっぷりね。これパストラミビーフの、はい、ストラミビーフサンドイッチで、中にタイムとレモンで香り付けしたキャロットラペも入っているの で、 あのシャキシャキと食感も楽しんでいただけると思います。しっかりお野菜も取れるということです。いただきます。うん、うん、本当だ。あ、パストラミのビーフもジューシーで美味しいですし、タイムとかのハーブ、キャロットラペのこの味付けがすごく美味しい。え、もうサンドイッチだけでもなんかお腹満たされる感じがあるのに、こう目線の先にはもう次のスイッチも待ってるっていうね、はい、どれから食べたらいいでしょう。じゃあこちらのチゴと練乳クリームのカップケーキを。なるほど、これね、春ですからね。これ練乳クリームなんですか？はい、練乳とあの自家製いちごジャムのクリームになってます。で上にピスタチオが乗って、はいはい、わあ、幸せか。練乳クリーム美味しい。いちごの酸味との組み合わせ、ピスタチオがアクセント。なんかピスタチオっぽく言ってるんですか？しっとり。ありがとうございます。芸人の違う、じゃあ上のマカロンも行きましょうか。春だからピンクで、桜あんを練り込んだバタークリームの、はい、マカロンになっております。いただきます。うん、マカロン独特のこのプシュッ、あ、ちょっと最後に歯ごたえが残る皮の生地のね、美味しさ。さくらん、はい、これがほんのり甘じょっぱくってマカロンの甘さと組み合わさるといいバランス。なんかマカロンといえばよくなんかねちっとした食感のイメージがあると思うんですけれども、パティスリーラペッシュさんのマカロンは上生菓子のような、 なんか一体感のある口どけのいいマカロンなので、なんかきっとあのマカロンの印象が変わると思います。はい、春のメニューが登場した 4AC カフェの新しいアフタヌーンティーセット、海の見えるカフェでヌン活、皆さんいかがでしょうか。はい、楽しかったです。ヌン活、皆さんどうでした？ご覧になって。いやーね、本当に最初、いや、エリさん本当にお似合いでした。
何を今言おうとして言わなかったの今。言葉を選んでるね今。選んだ結果選んでるよ。安全なやつ行きましたよね今ね。お似合いでした。まあね、あの、うん、ディレクターからね台本にね洋服の服装前ちょっと変えたって。合わせたんだと思いますね。ストッキング履きなさいとか来てコート変えたって言って、あの久々にハイヒール履いたからあの日の夜冷えて夜中足つりました。そのぐらいちょっと頑張ったロケなんです。でも幸せなスイーツがいっぱい、ちょっとなんか頭の中がちょっとお花畑になりそうでしたね。いやー素敵な空間ですよね、うん、でもどうですか、結構気軽に行ってもいいもんですか。まあ皆さんも私今回ご覧になったように、あの気軽に行ってください。はい、ティーハウスポーチコさんすごく雰囲気良かったです。あの今日実はお休みなんですよ、水木定休なので他の曜日に行ってください。で、あのご覧の通り席数が限られているので事前の予約電話が必要です。中野さん、このヌン活の歴史も教えてくださって、ヨーロッパでは朝ごはん食べた後夜まで食べないんですって。そのためにこういった軽食ドーンっていうのが定番であるそうなんですよ。紅茶も大変美味しいお店ですので、はい、ぜひヌン活聖地だと思いますので行ってみてください。そしてマイタウン内灘にあった 4AC カフェアフタヌーンティーセット、うん、豪華でしたね。あのタワーの中が全部、まあ、スイーツで別のお皿に、軽食でサンドイッチとキッシュがついてくる。本当食べ応えがあって、多分これ食べたら夜ご飯いらないんじゃないかなっていう。閉店、今これ午後6時でちょうど今あの日没灯がね、あのちょうどいい感じなのでサンセットまで見れるんですよ、はいはいはい、夏場になると、まあ、サンセットの前にお店閉まっちゃいますけれども、はいはい、でテイクアウトのセットもあります。これあのお店の中じゃなくて、まあ、これからね、うん、外でねピクニックできると思いますので、持ってお出かけしてみてはいかがでしょうか。以上、はい、エリカツでした。エリカツ